皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。番組の始めにね、ちょっと実はツイッター始めたんで、ツイッターの方も、フォローお願いします。今日はショートゲームの、打ち方、これをちょっと、アップデートしていきたいなというふうに思います。で、ショートゲームアプローチでうまくグリーンに乗らない人っていうのは、基本的にまず難しい打ち方をしていると。だから簡単な打ち方をしていただければ、シンプルにこう狙ったところに行きやすい、ね、で、ショートゲームのこういうグリーン周りの小さいショットありますね。このぐらいのショットとか、まあ、このぐらいの、大体ベルトの位置あたりの、打ち方、ここら辺の打ち方っていうのを、どのようにして僕らが打っているのかっていうのを、かなり踏み込んで解説していきたいなと思うんだけど、大体3点ぐらい、気をつけなきゃいけない点が僕の中にあります。これはね、これが分からないと、アプローチとフルスイングのまず、融合ができない。同じなんですよ。フルショットもアプローチも非常に同じ。まあ、至ってはパッティングまで、つながっていく動きなので、これぜひ聞いてね、練習していただければなと思うんですけども、まず、第一段階、何をやらなきゃいけないかっていうと、アドレスを変えること、インパクトに近づける、これが大事ですね。まずは通常の構えから打つ場合だと、これ通常のスタンスですね。この構えからだとどうしてもこういう打ち方になっちゃう、ね、どうしても正面を向いてるわけ。やはりターゲットと正対したい、こういうふうにあちらに向きたいんですよ。はっきり言ってあっち向いた方が感覚的に言うと狙えるイメージが出ると。なので、少しオープンスタンスにするっていうのが大事。まあ、単純にこう開くとかじゃなくて全部向いてあげてください。これができるのはベルトの位置ぐらいまでしか手が上がらないからですね。これ以上上がったらちょっと詰まっちゃいますから。そうするとこの右の足を広げていくとかっていう風になるけれども、このぐらいのチップ、小さいショットの場合は右の足もこっち向けちゃってください。こんな感じでしょうか。要するにインパクトの形をすぐ作れるんですね。この状態だとスタンスをまっすぐにした状態だとテイクバックインパクトってこうやらなきゃいけないんですよ。で、この足の動きっていうのがすごく煩わしい。なので初めからこっちを向くと。これがまず一つ目ですね。そうすればインパクトに形にすぐなっていけるということです。で、これ二つ目、これがね、皆さんめちゃめちゃ勘違いしていることなんです。で、これが分かってくるとうまくショートゲームがいけるということで言うと、二つ目、その何かというとニーアクションなんですね。これね、足を使うなっていうふうに思ってる人がすごく多いので、これ本当にやめてほしい。足って動くんですよ。例えば今ぐらいの小さいショットやってみます。動いてないでしょ、そう思うだけなんですよ。見て、動いてる。足でリズム取ってるんですよね。足でリズム、これね、片足になると分かる。例えば左足一本で全てをしなければいけないといえば、これだけの運動量が出てくる。じゃあ右足やってみましょう。右足一本、ほら動くでしょ。バランスを取り合うんですよね。特にフォローするバランス取る、バランス取る。左足も同じ。こんなに動かないよ。でも一
本にするとこういうイメージを出してあげたときに、両足にするとそんなに動かないわけ。もう足で打つ、足で打つ、足で打つ、足で打ってんだというようなイメージになると非常に打ちやすくなります。これねめっちゃいいから。でこの時の補足で言うと、感覚的に言うとこのコスコの椅子に座るようなイメージ、回さないで踏み込むだけで打てる。でゴルフスイングって切り返しのところですごく重要になってくるのは、踏み込み、回転、蹴り上げっていうこう3つの展開になるわけですね。そうするとスイング中、このスイングはほとんどこの動きだけで十分でしょ。ここからここまでだから、つまり回転なんかいらないの。もっと言うともう回転しちゃってるわけ、この状態なので、あとは座るだけ、2アクションということで、椅子に座るように2アクション、こういうふうにやりすぎちゃいけないよ。でも少し2アクションする、これだけで打てちゃうってことをグリーン周りを覚えてほしい。これが2つ目、で3つ目がグリップ。これね、グリップをフルショットの時にストロンググリップが得意だと言って握ってる人も、ちょっと待って、こういう人ね、これで打ってしまうとどうしてもフェースがねじれる、ねじれたくないからハンドファーストにすると弾道が強く止まらないってことになると。だからグリップは右手、アプローチの時だけ、もうほとんどこうどうしても強く握っちゃう人もいると思う、少しウィークにしてください。少しこう、そうするとテイクバックでクラブフェースがちゃんとちょっと開く感じ、頭が上を向いてくれるから、ほら自然とこうやると上を向くんだよね。手のひらが上を向いた握りになるとほらシャットになっちゃうんだよね。これ無意識です、なっちゃうの、やらなくても。でこのままで上げたらなんかこう手の形が崩れちゃうから、どうしてもフェースがねじれやすくなるんだね。だから逆に開く方向で全然いいので、アプローチの時でちょっとだけウィークっぽくする。そうすると柔らかい弾道がうまく打てると。こうやってしまうと強くなってしまう、この、メカニズムになってくるわけですね。これで3ついいですか、わかりますね。まとめ、オープンスタンスにして正対するターゲット、そして、膝の使い方は2アクション、下半身を使ってください。そしてまあ補足として椅子に座るような感じ、そしてグリップはちょっとウィーク、左手じゃないですよ、右手だからね、右手をちょっとウィーク、これだけでかなりショートゲームがうまくなります。大体このぐらいベルトのラインぐらいの練習をきっちりやっていただければ、ショートゲームが格段に良くなってくる。この辺をねぜひね練習してみてください。めちゃめちゃうまくいくと思います。ということでですね、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録とコメントと高評価をお願いします。あとコメントとね高評価、いただけると毎日の投稿のモチベーションになるのでぜひお願いします。あとツイッター、今年頑張ってやってますので、ツイッターもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。